ハロー、こんにちは。BC スウェル所属、ワイルドリスト部門 a d ドのビビロイエルことフミヤッチョです。本日はですね、ゲストに来ていただいております。見ます今回なんですけども、パイクの解説動画を撮っていきたいと <laughs>、はいます。違います。というところですね。す今回ですね、アイコンズ2022のですね、Day6 ですかね、の、えー、TQ 対 JT の試合をね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。 はいまあ、なんでこの試合なのかと言いますとですね、まあ、SG が次に当たる対戦相手ということでですね、ここの試合をちょっと見て、ね、SG を応援するときに、どこに注目して見てもらえばいいかみたいなんところを、ね、お伝えしできればなと思っております。ぜひカットしてですね、戦国には。いや、本当にね、TQ と戦国ゲーミングが24日に試合がありますので、この日はですね、BC スウェルの方でウォッチパーティーもやっておりますので、ぜひぜひ見てくださいというところで。 見ていきましょうかバンピックはい見ていきましょうはいありがとうございますということでですねはいはいはいまあまあよう見るバンピックといえばバンピックですよとまあ無難に結構バン率も高いピック率も高いチャンピオンがバンされてる感じですね、まあ、このねルシアンはちょっとこれマナーピックみたいなとこありますけどねちょっと <laughs> ちょっとルシアンの特になんかミッドで使ってるチームが結構負けがちみたいなとこは、うん うん、なんかあんまりこうルシアンだったからよかったみたいなのはない、まあ。ジェイスはまだあるような気がするけど、ここまでルシアンのね、プライオリティは高くないんじゃないかなと僕は睨んでおります。ただカミールですね、ここ。カミールが結局一番強い。うこいつはもうマジで強い。<laughs> マジで強い。なんかあの、ナフした本当にってぐらい強い、マジで。もう、ジェイスですね。ファーストピックは。うん、でここ、後期もちょっと TQ としてはちょっとおもろいかなと。 かなりピッピッ高いですよね、うん、ん後期は、うん。なんかやっぱセナとかがやっぱバーンされることが多い、セナとかね。あとなんかそうですね。そんな中でセナ空いてるけど、やっぱジェイスファーストピックっていうのはこう結構意外だったなっていう。うん、そうっすね。なんかやっぱどうしてもミッドにこう、なんか AD で強いチャンピオンよく、サイドにハルブレイカー持って出れるのを、やっぱ結構優先的に取るみたいな流れは。 あるからっていうところで JT もセナを取らないとそうでですねでもこれは何かちょっとわかる気がして、うん、まあジェイスをこの2体で潰したいっていう意思を感じるかな、うん、でもしこのジェイスがトップやったらリベントップやしミッドやったらあのミッドリベンにしてリーシンとガンク合わせするのかなっていううん、うん、もうこのジェイスを潰すピックを取ったっていうまあ JT ってやっぱこう。 まあ中国のねこう4位のチームなんですけれどもやっぱこうテンポが速いと試合のっていうところでこうリーシンとねこう強いこのソロレーナーを合わすっていうのはめちゃめちゃ強いですからね中国といったらリーシンですしね今大会はもう本当にもう序盤からもうぶっ壊しもうレベル5まででぶっ壊れてる試合が多いからあっち強い中国リーシンもうバカ強いマジでっていうところでセナとジグスを取って <で>あスレッシュとジグススレッシュとジグスあそうスレッシュとジグスで JT はセナとここでセナを取るんですねうんかなりポークに寄ってますね、まあ、TQ はもうこの時点でもうすでにすでに寄ってるっていうあボットジグスなのかボットジグスミッドジェイストップの選択肢、まあ、スレッシュ結構バルスとね合わせることが多いんですけれども、まあ、今回ジグスっていうところで逆に JT はこうまだセナに合わせるピックが 待ってるまあそれでもポークメインでいくからまあセナの相方はだいたいナサスとかグラガスとかガリオとかになるけどそこよりはアサシンが嫌ってことですよねあかりバーンしたってことはうんで JT はまあジャングルを取ってない TQ がまだジャングル取ってないからとりあえずジャングルをバーンと気が高めのジャングラーがバーンされてますねうんまあこうアサシンをこうバーン今あかりしててでも次の バンでそのどうするかっすよね。もう一回アサシンか、それとも背中合わせて嫌なキャラをバンする。まあ、アーリとかも面白いとは思ったんすけど、ゼドああ、ゼドなる,なるほど、なるほど。アサシン、ゼドうーん。まあ、TQ としてはちょっとまあ、タンクが欲しいかなって、オグラガス。JT はグラガス。まあ、グラガさん。今日は最後までフレック、やっぱリベン、うん、ジェイスの行き先が分かってないからだとは思うんですけどね、僕は。うーん。 本当にもう J スタイこのリベンをやりたいとでそこにリーシンを介入させたいっていうのがやっぱ狙いだと思うんですけど、はいまあ、TQ これちょっとタンクやっぱトップにタンクでまあジャングルはまあちょいエンゲージできる系がいいけどもというところでバルスバルサミコスですねまあだからアサシンバンですかねこれ <laughs> これこんな三つ3ポーク3ポーク3ポークノーライフ <laughs> やばいね3ポークはいやこれはジャングルもうぬぬぐらいしか、はい、まあ倍あ倍ですかまあ一応倍が確定 CC だからそのちょっとでもポークで削れたらまあそいつにウルト打ってあ<ー>まあジグスのウルトボーンみたいなまあその辺うん、うん、まあちょっとでも削れたら自分たちから仕掛けたいっていう意図ですかね うん、でこれでトップでジェイスが決まりでミッドがジグスでボットバルス結構こう今のこう世界大会のメタとはちょっとかけ離れてるような、うん、でガレンガレンはミッドとガレミッドかなあでもこのバルスに対してガレン出すのはめちゃめちゃいいっすねそうですねやっぱフロント、うん、まあ解けないですからねあとリベンが結構ハルブレーカーを持ちに チャンンピオンなんですよねなあのー、で相手多分ジェイスがハルブレイカー積むんで、うん、まあハルブレイカーを積めるチャンピオンが欲しかったってのもあるかなってガレラだったらハルブレイカー積むんで初手そこハルブレイカーそこも補填してあげたピックなのかなっていう感じですねうんまあ逆にセナグラガスっていうところでねここセットで割と動かないといけないからここでまあ自由に動ける2枚というところ。 まあ結構 TQ の構成はまあウィンネームウィンゲームというかちょっとあかなりスパイス効いてる <laughs> <laughs> かなり <laughs> ちょっとこけるとバイがもう息できないかなとミッド、まあ、ポーク3枚もいるのかなミッドトップどっちかはやっぱりうん片目がいないとやっぱフロントありきのポークっていう部分もあるから フロントがいないとポジション取りにくいですよね。こうし,てしかも、リベンに合わせるキャラが、サイドに出るキャラが TQ いないんで、ジェイス、ハルブレ、強引にって感じで、ね。1>, そうで1枚出して、もう1枚をだからこのジグスが出るか、バルススレッシュで出るかっていうところで、2枚で出ないといけないんで、サイドに。ミッドの主導権が取りにくい。で、オブジェクト前にポークしないといけないのに、ミッドの主導権がちょっと取りにくいっていうのが、ちょっと TQ としては厳しいピックかなと。 JT もね、機動力あるし、ゴリゴリいけますからね、うん、全然。ここはちょっと本当にこ、まあ、序盤が結構、まあ、バイもリーシェも結構テンポキャラだと思うので、ここをちょっと活かしていかないといけないですね。まあ、で、ゴレベタイミングは、確かちょっとボットレイは強い。あ、まあ、CC チェンありますからね。うん。まあ、バルスのウルトからスリッシュつなげて、で、バイが来れば、まあ確定でほぼ1キルは取れる構成なんで、そこを。 はやりつつまあ、ただ、トップのこのリベン対レイス5までに腐りたくはないですよね。まあ5でリベンの方が。5までは多分レイスですけど、5からリベンだと思うんで、ここで潰されないようにしたいですね。今、ボディスラム、いいしましたね。あ、いい、3スキル。3スキルで弾きましたね。ね CS 取るグラガスが、うん、CS 取らないといけないグラガスが削られると、やっぱりレーニング苦しくなる。そうですね。 まあそこからねこう J あのバルスがぽい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 できますからっていうところで<う>まあねこのこここれですよねこの動きを続けたいですねこのトップを潰したいですね JT としてはめちゃめちゃ TQ としては反対で、うん、こういうふうにプレッシャーかけてるけどだいぶしないああうまいうーんうまいああでもうまいスレッシュもうまいああよく勝てたうまい今のバルスも取れ いやでもこれここで結構だいぶもうそんな成功したとは言えないし時間も使ったんでジェイスが苦しそう,うそうね11交換で結局このトップだけが結構ミニオン食えない状況が続くからちょっと TQ としてはしくなりましたねこれジェイスが本当にきつくなるとリベン止められなくなってっていうところはちょっと防ぎたいですけどただボットガードよりも取りたいと TQ は。 構成的にはまあトップ潰すためにグラガスもちょっとあえて無理して仕掛けに行った感も、うん、時間使わすために仕掛けて行った感もちょっとありましたねうんまあちゃんとこうでもうまく対応うまかったですねグラガスのこうタレット内の二人に対してボディスラム入れてシシテーンしっかりしてたしねうん、うん、まあ 8K ぐらいあ0 8系ぐらい有利と JT としては、うん デュオボットがあの CS 落としてないのに対して、ジェイスは落としてるから、150ゴールドぐらい下がって、そこでついてますね。うん、で、まあ、バイは1キルは取ったものの、リーシンは、この青側は逆に全部クリアしたんで、トップ側。で、バイはその後 JT 側の青を取れてないっていうので、金能はほぼないですね。こうなると、プラン通りいってるのは、JT 側に見えますね。うん、トップで有利取って。 このタイミングでもう一回ちょっとユリ取りたいですね、JT、あの TQ は。これでのタイミングなんで。そうですね、5分までに沸きますしね、ウルトは。うん。これー d ンの場所が、おお。ミ<ー>ンセク、綺麗な。ああ、でも切る、ああ、でもフラッシュ、ああ、うまい。ああ、でも、いや、それは、そうだ、ガレンじゃなければ。 あーや,ばいやめてあげてまずいお手本すごいもうい,いいプレーが続いてる <laughs> これね今のねグラガスのねこの9入れてから売るとこれねビビ・マーシーさんもよく言ってるんですけど9、うん、入れてね9入れてスロー入れてから売るとちょっと簡単に当たるしなんならバルスを奥側に弾いてたんでもうイージーキルですね。うん いやーリーシンもうまかったこれリーシンフリプレイ出るから、うん、リーシンフラッシュ使わずにインセクしたんですよで飛ばしてでここリーシン速攻フラッシュアウトするんですけどこれここで倍のウルトリーシンに打ってたらジグスノウルトまた多分キルしてたんですけど速攻でフラッシュで離脱したんでいやー判断早いなーってうまいなあってリーシンーまあこれね画面としてはもうウルトも切ってっていうところであとまだここもまあまあご完璧なとこですねこれはお手本 手本皆さんもあのグラガスでウルト当てれないときは9あの1スキル入れてスローをかけてあげてからウルト入れるようにしましょう。マジで簡単に当たるんで。うんうま、でさっきのミッドのところってこうガレンのこうスキルの CD とリーシンのスキルの CD の問題でやっぱリーシンの方が先に落とさないといけないですね。ガレンはもうウルトも切ってて。いうところでウルトをまあまあ切って狙うんだったらさすがリーシンだったかなっていうところですね。プラッシュアウトが早かったですね。リーシンの。うん 確かにそこもインセクをねこうあの2スキルだけでやったっていうのもでかかったですね。さすが。まあこのリーシーン、<laughs> 中国リーシーンなんですけど、これ、中国リーシーンに2キロ入ると、マジでテンポ速くなるんですよね、試合の。もうジャングル、どん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 制圧していって、前に前に、うん。本当に速度が上がるからっていうところで。まあ、ただ、ここもやっぱミッドの主導権っていうところが、やっぱサイドに2枚出してるから取れないんですよね級、TQ。それで先にセットアップされて。 触られるとなるとー。どああウルト外したギガノレさん外れたもんこれバックじゃないかなーあーディスエンゲージしっかりしてるクラウハスうんうん、まあ、これやっぱこう見だねこれあ早いこうルートカットもうまい <laughs> これね細かいところうまいっすよね本当にや,やっぱだからある程度やっぱフロントガレンとかいってあげまあ 今回取られてるんだけどポーク自体がそもそも当たってないというかポークしにくい位置からポークしないといけないから、うん、やっぱりスリーポークちょっときついんじゃないかっていうこうねこうスレッシュから入ったとしたらもう速攻スレッシュから落とされるしっていうとこで多分まバルスのウルトから入りたかったけどそこもやっぱフ,レンフロント役いないからもうシンプルに狙うしかなくて外してしまうともう当たれないっすよ、ね あーでもこれは4対3あちょっとちょっとお急ぎお急ぎグラガスでしたね今のはハハ速度は速かったけどねジクス,スが横から顔出して砂 <laughs> とリーシンにプレッシャーかけてたんで、うん、ちょっとグラガスポッチになっちゃったねうんでも,もうめっちゃ入っていくもんどんどんリーシンこうなるとそうねもう本当にもうギバーの リバーてかもうこの赤狩るのも正直怖いレベルになるからミッドないし一番金持ってるねもうガレンと一緒にミッドジャグラインでうんミッドジャグラインですよこの大事なのって、ま、ただでも思ったよりこうトップの差っていうのはそこまでないからまあ耐えれれば耐えれるかもしれないけどまあ結局それもまあリーシン来たら <laughs> 終わりみたいなとこはエイティステーシスエンちゃんと早いな、うん しなあこれ捕まるお手本あーでも今スレッシュスクライアブルームで多分視界取られたからうんちょっと内側に入るべきじゃなかったようにも見えますねうんまあやっぱこうなるともうやっぱジャングルの入り口にはさすがにワード入れとかないという入れないですね TQ としては勝ち筋がもう結構ないというか、まあ、ジェイスにこれジェイスにお金入れるのはいい判断かなって思っててもう春ブレのジェイスがサイドで1対1勝たないとちょっと勝てないんじゃないかなってこの試合もううーんそうしかもバルスもね結構序盤キャラなんすよねこれお,<ー>おっとまた 急急ぎ、お急ぎぐらい,ぐらいですか、これ <laughs> なぜ誰もいないのにそこにいるんだとまあまあまあでもうんこれぐらいじゃ有利は、まあ、ひっくり返らないし、うん、特にまあただの300円ってところですかねこれはまあでもあそこらなんか D シンとかでも結構よく見るプレーだけどああやってなんか少人数でも入っていって、うん、時間を使わせて他の味方が有利 取るみたいな動きは結構やっぱり中国の試合見てると多いんですよね。確かにまあなんかもうミッドとかまだ押してる最中にもう結構もうジャングルがゴリゴリ入ってて、でそこでもう一一交換し,したったってもう自分はデスしてもいいみたいなプレーはちょいちょいあるっすね。これもそうそんな感じ似てるけど。ーああでもうまいスレッシュ。スレッシュいいうないいないうま、ん、い。スレッシュうまい。さっきから。 フラッシュ、C、の戦国とまあただでもこれだがしかしみたいなとこありますよねこれ、まあ、しかも今フレッシュが取っちゃったかな今のああそうかもちょっと見てなかったけどうんそうあでもポーク構成だけど先ポジション取れたらまだワンチャンあるかあガレンやばい位置が <laughs> いやーこれは <laughs> かっこれは囲いいコメントがすげえうまいいやポークに対してこの1個のサイドからいかないのうまいっすねやっぱり JT もでも画面はるぶれ発動してるからもうジグスとしてはもうあそこから入ってきたら引くしかないから、うん、人形めっちゃ悪くなった、うん、TQ のいや今のももうだってもうどうすんねんこのヘラルドみたいになってたもんね倍がえん <laughs> <laughs> みんなちょっと、ちょっとあのポジションここ、僕たちここいたらちょっとやばいですみたいになって3枚とも。まあでも倍のウルトからジグスノルトのコンボつなげれなかったのはちょっと痛かったかな。うん。いやここも早いね。セイシス。うおチェーうますぎるぞチェリー。あ <laughs> 換これさっき言ってたやつだこれ。ああ、どうぞど,ど,ど,どああ、こうやってこうやって時間使ってリベンこれフリーファーム。うーん一日交換で 2, か2キル取ってんのかしかもそうこれ21交換なんですよねこれでタワー取って明日も取れちゃうジグス乗るとそうまあでもこれがやっぱでもテンポの速さにつながるねうんちょっとそれはガレンさんちょっとやりすぎですよちょっと <laughs> <laughs> 一番強いこのガレンあ,あの時の ADC のえっとあもうちょっと <laughs> <laughs> これもこれもよね、うん、これもよね <laughs> なんか従来のこのまあ普通のマクロって、まあち,ょっとま、ちょっと待とうか <laughs> これは落としたいけどうん残るか <laughs> 俺もうまいなだから DY ですなんか自分たちがどれだけお金を持っとって、うん、どんぐらいの人数不利だったら こ,うこんぐらい戦えるかだとかそういうのが分かってるのかなやっぱりだからこそこうやって一人押ししててたりしてなんかポキポキキされちゃうんだよなまあ、ね、やっぱね普通ならこう密到してジャングル入っていくみたいな動きがまあ従来のマクロっていうか視界を上げるためにまず1押してで相手が対応したからジャングルに入っていくっていう動きが。 教科書のやつだねれもそれがそミッド押しながら入ってってでその間にもうその各サイドで有利取るみたいな動きがそうこれ東大レベルこれ東大っすねこれ <laughs> そうミッド押して司会取るのは教科書やけどもうこういうのは東大センター試験はそれでいけるんやけど二次試験となるとこうねなっちゃうのがね本当にうまい <laughs> かうまいな <laughs> ギリギリでなこれも最小人数で勝ってうん リベン一人でお金稼いでる。12K。だから簡単にこうやって開くんだな、お金さんがな。ああ、見つかってる。ああ許したけて,あげて,ってもうそこにワードも置いとんのももう偉いわ。おお <laughs> <laughs>、うまいうまい,い,いあうまい,いやグラガスもうまい あーでもダメか、あーダメか、うん。まあもうその、2件勝っとったら勝てるやろうぐらいの。うん、スレッシュうまいんだよなー、この試合な。ちゃ、うんとスレッシュが狙った敵はちゃんと落とせてるしね、瀬名は。うん、スレッシュは武器かも、D q の。そうね、瀬名はちょっとでももう、構成の兼合いで、ちょっとプレーに関しては見にくい部分はあるけど、スレッシュはいいとこが光ってますよ、さっきから。 でもポーク構成で序盤負けて、この構成はもう無理だね,ね正直。リーシン、中国のリーシーンはやっぱテンポ速いし、ポークさせてくれる時間なんてやっぱない。あとは、起こすとすると、この相手が早い。本当に、もうエルダーワンチャンぐらいかな。<laughs> あ、でもこの動きはうまいけど。なんとかトライはしてる。 うん、まあうまくいけばバロンまでつな、あでも、あー、リシまっあー、ーま、あーでもステーシスか、そっか、うん、今、ステーシス、倍が使ってなかった、多分ピンポン、バルスにキック当たってたかな。う まあでも今の TQ の動きは良かったね。このドラゴン側いて、やっぱドラゴン側のサイドっていうのはしっかり取られてるだろうからっていうところで、バロン側にしっかり取りつつ、この奥で待ってたっていうのは、逆転の。んそうだね。あ、んおっとっと。2対3ですよ、お兄さんたち。お兄さんたちお兄さんあー、でも落ちない。落ちない。ない <laughs> あー、なんならステージ探さない。フラッシュ先、フラッシュ先はしの残りじゃー。 フラッシュしてもしなくても当たる位置に、うん、一番うまいいやーもう一人いないバルスがいないでこれは131も強いからなこの構成 JT 側は絶対行かれるかなやっぱフォークするのは人数揃えたいからねこうやって分散されちゃうとどうしてももう。うん 1>, 1個1個が弱い体弱いから集まんないといけないから、まあ、最低でも14にはならないといけないし3本折れましたね倍、えーまあ、が入るけどもうやっぱ浮いちゃうよね倍<ー>に出れるのがわお<ー>しかも倍トリフォーなんですよねちょっと言おうと思ってたけど<ー>途中からかそうだから フロントは張れないからやっぱワンコンしなきゃいけなかったってことはやっぱ序盤勝たなきゃいけなかった、はい、JT お見事お見事ですおめでとうございます JT はいそれでは総評の方に移らせていただきますはいはいまあチームクエストとしてはやっぱオブジェクト5分のオブジェクトが湧くタイミングっていうところでやっぱイーブンに進めたかったかなと イーブンに進めて、やっぱこうミッドからこうフォークしつつ、オブジェクトにつなげるような形を取りたかったかなと。まあ、ただ、ちょっとまあ構成が、まあちょっと難しい差があったな、ハイ度はちょっと高そうに見えたけどね。うんまあ、本当にレーンが負けちゃダメっていうのもありますし、バイがこうトップのカバーに行くしかない構成ですし、ただでも、ボットは切る、エンゲージしたいみたいな。 構成だったんで,であと負け始めるとやっぱもう逆転が本当に厳しい、は難しいね。うん、本当に難易度が高い構成だったかなと思います。<に>じゃあ、JT 側ね、こううねビビマーシー選手に言ってもらおうかなと。やっぱ JT としては、まず一つ目のリベン・リーシーンのラインでジェイソを潰すっていう部分はしっかり成功してて。うん まあやっぱり相手がポーク構成だからどん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 んポークさせる暇がないようにどん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 んゲームテンポを上げてガツガツ、まあ、集団性とか小規構成を起こしていくっていうのがやっぱり構成として勝ち筋きれいな勝ち筋じゃってそれをやっぱうまくこの試合ではできてたかなとかできてたってすごい中国に対して中国様に対してちょっと上からなんだけどまあ完璧だったと言ってもね過言じゃないな <laughs> 完璧だそそそそれはそれそれそれ,それ,それ完璧 <laughs> 特にね、やっぱ、李ンがキル入ってからのテンポはもう、もうもう他の地域じゃ真似できないんじゃないかなっていうぐらいの、もう完璧とはやったんで、もうお見事です。なんで李ンがヨームの霊剣を積むのかっていうのが分かるっていうのはね、いや、もう間違いない。本当に、この中国の李ンかなといったところで,で、ちょっとね、この試合のこう一番のまあタイミングポイントとなった部分。 についてちょっと見ていこうかなと思います。はい、まあこの3分30秒のところですね。まあここをミッド狙って、ただバイがカバーに来たんですけど、ここまあこうリーシーじゃなくて、あれを狙って、このリーシーの,この強さよねもう征服者の強さっていうところでここに生きる。 PC に入ったプラスなんかおまけでね、こっちも<お> <laughs> 勝っちゃうって、ここは大きかったね。<う>で、倍としても、まあ、がれ、うんに確かに HP はできてたんだけど、もうジグス、マナも HP もなかったから、もうほとんど1対2の状況だったんで、ちょっとコミュニケーションとかがうまくいってなかったかなっていうのは感じましたね。うん、そうですね、ここもう戦えないからね、このジグスではもう絶対に。ここからも これだけかれこれも当たってないか通常とね1回のスキルだけじゃこのリーシンの2キルがゲームスピードをもう100倍ぐらいにしたかなと思います、うん、そうねもうこれでもうオブジェクトはきついもう2桂さ以上ついてるしっていうところでここから本当に試合テンポは加速してたかなと思います JT 対 D 級の1戦目 のの方の解説動画を終わらせていただきますとはい2戦目もやるので見てください。はいっていうのとですねあとこうワイルドヒットの世界大会 i c o d 2 0 2 2が今開催してるんですけれどもこの BCSL の YouTube チャンネルにてあのウォッチパーティーを開催しておりますのでなんだっけ一緒にこう大会見たりこう日本あのまだ日本 SG が残ってるんですけれども、まあ、そこのところね日本勢をね一緒に応援しましょうと。 いうところがありますが、概要欄の方にね、えっと BCSL の YouTube 公式チャンネルの方を載せておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。あとですね、自分のこのビビレチャンネルはですね、ワイドリフトだったり、ロールの方の解説動画だったり、プレイ動画。 を上げておりますのでよければチャンネル登録と高評価またですねツイッターのフォローよろしくお願いします。三点でお願いします。お願いします。こうビビマーシーのねこの YouTube じゃなくてツイッターの方の言われるも上げときますので。あ<ー>の YouTube の方も上げておいてもらった。ビビーーあ OK OK OK。このねビビマーシーおもろいなおもろいなおもろいやんこいつと思ったら <laughs> そちらに飛んでいただけたらなと思います。はいお願いします。はいそれじゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。